週朝の比率がすごかった。僕とは逆だったね。僕ね、こうなんかこういう風にパスタがご飯に乗っかってる。そう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 。麺と麺がないんだな。麺がいいんですよ。ご飯に愛されるんで。勝ち塞がるんだよな毎回。あった時から言ってるけど、計画性ないね。おいしくっていうか3名取れなかったね。取れなかった、計画じゃなかったな。パスタは最後にすべきだったな。いや、300。最後。やわかった。美味しいからいいけど。それに尽きるよね。どれ食べても美味しいから、なんかどれか残ったところでなんか苦じゃないね。うん。食べるのっていいよね。いいね。あ、これね。色がね。今ドラがカメラ設定してくれました。いや、そっちから。いいのに決まってるじゃない。僕は優しいやついらないから。不甲斐ないなと思っただけ。食べるのに1枚でも動画の細かい配慮5人前ぐらい5人前、そのなんかいっぱい食べてますみたいな全然意味が分かんないけど半人前って言うんですよ今めっちゃできますって逆だったやっとね、だね、おい。よかった、2つも頼まなくて。うわ、美味しそうだな、それ。これね、甘いもんめっちゃ好きなの。甘いもん食べるために毎日。これだって。だとか。でも、食べるために毎日食べる。また嫌われるな。まあ、言われちゃうよ。弱っちい。それって言われちゃえばだからあのフレーズ大好きなんだっていかなきゃね。いいなぁ、触らすだけだけどさっきポークくれればこれあげたのに。いいよ、さっき待ってよ。もう1個だ。あげたんだよ。あ、これ測ってないよ。でも今の桃とついたクリームで分かった。絶対それ美味しい間違いないよ。絶対美味しい。よいしょ。食べてるものと一緒だからスピードをなんか何も気にしなくていいし、俺も気にしてないけど。僕も気にしてるんだ視聴者に言われるもう関係ないです。ちょっとテンパるね。ちょっとテンパるね。うん。これだってもうロンキにしてる人です。やべってなるねこれ。うん。ご褒美なんかちょっと言い方おかしいですけどご褒美だなみたいな。意外とみんな食べてほっとしますね。皆さん甘いの好きですもんね。一個のこう山を登った感じ。なるほど。山頂で飲む水がうまいみたいなそんな感じですね。プロじゃないですよ。プロの方。あなたも。私違う。大盛り2ついただきます。僕ははい一応6と友達と一緒に10両方やってます。賞金もらえるの今。はいもらえます。かっこいい。そろそろ僕賞金首になりそうですけど前にね、ちょうど今の名前が一番前の社長なんですけど、あの方にインタビューが来てたので、あ、そうなんですか。そう、来てる、プライベートで来てる。3年ぐらいかかるよね。あとカレーパスタ残ってる。そうだよ。いいなぁ。僕は危うくキュウリなんかだった感じ最後。忘れてて。ちょっといいかもね、確かに。ちょっと焦ったんだよね、一瞬。いや、あそこ頼んだ方がいいって。あ、本当に。飲みたいけど。食べるかしら。わあ、なんかおいしい。おいしい。笑顔になるわ。でしょ。国もそうだって。いつからパフェとは大違い。来て。当然だった。方はもう見てるといい当てになるっていうよね。いい魚の当てになる。魚当てか。一人でパスタ。まだもうちょっとですけど。でも苦しくなる前にあ、そうね、いいところで。いいところだったと思うが。すげえ。高級ですね。ごちそうさまです。その前に、もう長年 YouTube に載っけてくれるから。ごちそうさまでした。ありがとうございます。それでいこうかね。いきます。いいな。いいな。YouTube いつぐらいに出来上がるんですか。金土とかそれくらいです。はい。何で検索したの？なんだろう。多分リバーサイド大食いで多分検索すれば出ると思います。ごちそうさまです。ああ、美味しかった。